白断の精油精油、または、エッセンシャルオイルは、植物から産出される、揮発性の油で、それぞれ特有の方向を持ち、水蒸気蒸留法、熱水蒸留法などによって植物から流出することができる。植物は、代謝産出物、排出物、フェロモン、昆虫の機械剤などとして、精油を産出すると考えられており、葉や花びら、 根などの特別な線に貯蔵される。一般に多数の化合物の複雑な混合物で、その方向から主に食品産業で香料として利用されている。おおむね液状で水より軽く、水に溶けず、アルコール、二硫化炭素、石油エーテル、脂肪油などに溶ける。普通の油脂のように、アシルグリセロール、いわゆるグリセリドではなく、植物の、性、 精髄という意味で精油と呼ばれ、油脂とは区別されている。現在知られている精油は1500種類に及ぶが、香料、または合成香料原料として利用されるのは約100種類ほどである。大量の植物からわずかしか取れないため、バラ精油のようにかなり高額なものもある。材料によって、オサむアブラ率が大幅に異なり、バラの場合、 約5トンの花から精油1キログラムが採取され、オサム油率は0.02%。柑橘類は果実に対して、オサム油率は0.2から0.5%程度で、ある。精油の値段は手間賃ではなく、種として、市場の需要に左右される。アロマオイルなどと混同されることも、ままあるが、合成香料を使用して、大量生産されるそれらとは区別される。 商品としての精油は100%植物由来であり、合成物質の添加、成分調整、アルコール希釈などの加工は行われていないと思われがちだが、必ずしもそうではなく、脱ステルペン処理やブレンディングなど、何らかの処理がされているものも少なくない。アロマテラピーという言葉を作った、商工師ガットフォセは、香水用に脱ステルペン処理などがされた精油を使用していた。 揮発性溶剤を用いて抽出された、高器成分を含む物質を、コンクリートという。このコンクリートの溶解性部分を抽出した、アブソリュートや、超臨界二酸化炭素で抽出した、アブソリュート、柑橘類から圧搾法で得られたエッセンスは、揮発しない成分や、水溶性タンパク質を含み、精油とは異なる物質と考えられているが、精油と呼ばれる場合もある。 ナノテクノロジーの進化で、精油のマイクロカプセル化の技術が確立し、様々なものに添加され活用されている。その一方、公害が問題となっている。岐阜市では、精油などの香料が、アレルギー体質や化学物質化敏症の人のアレルギー、喘息などを誘発するとして、自粛を呼びかけるポスターを掲示している。多様な問題が起こっているが、 特に監査作用が問題視されている。テルペン類のうち、カルボニル元やヒドロキシ元などの観能元を持つ誘導体は、テルペノイドと呼ばれ、イソプレンを基本単位として構成される。精油を構成する成分の大部分は、アセチル COA から生じる。精油は一般に、多数の化合物の複雑な混合物で、主要な成分だけで10種類を超えるものも、少なくない。 主な成分は、テルペン類、または、ベンゼン類の炭化水素、アルコール、アルデヒド、ケトン、フェノール類、各種のエステル類などである。複雑な構造を持ち、相互に分離することが困難な場合も多い。そのため、精油の科学的研究は、19世紀末まで大部分が取り残されていた。精油の研究から、テルペン科学や合成工量が発展した。 精油の成分は、植物の種類だけでなく、生育の程度、場所、採取された、季節、天候によっても、大幅に異なる。またゲノムが不安定で多様な香りがあるタイムのように、様々な科学種が認められる場合も多く、ある植物の蘇生が常に一定であることはありえない。おおむね同じ香りの精油であっても、成分素性が異なると、生物活性が異なる。 可能性がある。アロマテラピーでは、精油成分の化学期によるグループ分けが重視されているが、同じ化学元を持つ物質でも異なる香りを持っており、各物質の生物活性も化学元ではなく、成分によって異なるため、化学期によるグループ分けは適当ではない。一般に精油は、植物の特殊な分泌腺で合成され、線組織に蓄えられる。 単純に代謝産物、排出物としても生み出されると考えられるが、植物にとって様々な、有用な作用を及ぼすものもある。次のような理由で、植物は、精油を産出すると考えられている。日本に伝来した直接蒸留の器具、乱引きの断面模式図水蒸気蒸留法は、中世イスラーム世界の錬金術と科学の流星に、伴い、アラビアで発達し、精油は、 香料や薬として利用された。それ以前の古代、エジプトなどでは、精油は、アンフルラージュ、圧搾法などの方法で抽出され、こういう、薬油として利用された。水蒸気蒸留法の最古の記録は、アンダルスの偉大な科学者で、医師、薬剤師、植物学者、科学者であった、イブンアルバイタールの、薬と、栄養前書であると言われる。 精油の製造法は中世ヨーロッパに伝わり、医療に広く利用され、後に香水に用いられた。水蒸気蒸留装置アレンビックは、江戸時代には日本に伝来しており、精油は乱放で治療に使われた。江戸幕府が東インド会社にガラス製蒸留装置の輸入や、蒸留技術者の派遣を依頼した記録が残っており、蒸留小屋が設置され、日本人に、 高度な蒸留技術が伝承された。精油や、方向蒸流水が乱放で盛んに用いられ、ハーブや、香辛料の情報、精油の効能や、利用法が翻訳されて伝えられた。また、日本では明治から昭和にかけ、精油産業が盛んだった。発火は日本では19世紀から生産され、1902年頃から、北海道、北見で生産が始まった。 1939年に全盛期を迎え、世界市場の約70%を占めるほどであったが、輸入自由化、合成発火の登場、人権費高騰などの影響で衰退し、1983年に北見の発火生成工場は閉鎖した。小脳は、クスの木が豊富な日本統治下の台湾で、小脳油が大量に生産され、セルロイド製造や、 防虫剤に利用された。最盛期は世界最大の生産量であったとも言われるが、化学防虫剤、セルロイド代替品の登場で衰退し、現在国内ではごく一部で生産されるのみである。製油原料としてラベンダーは、1937年に、ソダ工業、株式会社の創業者、ソダセイジが、フランスのアントアンビアル社から種子を入手したことから、 北海道で栽培され、1942年には、ラベンダー油が採取された。同時期に、伊豆でも、ラベンダーや、ゼラニウムなどが栽培され、精油が製造された記録が残っている。1972年頃から、合成香料技術の進歩と輸入自由化の影響を受けて衰退し、現在は主に観光資源として鑑賞用に栽培されている。 精油は特有の方向を持つものが多く、香料として、副次的に、抗菌作用を期待して、主に食品産業で、また家庭用品、殺虫剤、食肉産業、香水、化粧品などで用いられる。ナノテクノロジーの進化で、2006年にアメリカの企業ブルーカリフォルニアが精油のマイクロカプセル化に成功した。ミクロにパウダー化されることで、 水溶性として扱えるようになり、洗濯洗剤、柔軟剤、衣類など、様々なものに添加されるようになった。精油には、強い洗浄力を持つものもあり、塗料業界でも使われている。また、アラビア、ヨーロッパでは、伝統的に精油を用いた治療が行われ、現在ではアロマテラピー、またはアロマセラピーと呼ばれ、医療や美容に用いられている。 植物から採取された精油は、水分、不純物を除いてそのまま香料として用いられる。また、クスノウキから抽出される、小脳油のように、さらに蒸留して、数種類の精油成分に分けることもある。小脳油からは白油、赤油、藍色油が、発火油からは、冷却法によって、発火脳と発火油が得られる。 水蒸気蒸留装置精油は主に水蒸気を用いた蒸留法で抽出される。アブソリュート、エッセンスなどは厳密には精油ではないが、精油と呼ばれることもある。ここでは、蒸留法以外の後期成分抽出法についても説明する。サンダルウッドの水蒸気蒸留、エジプトラベンダー農場の水蒸気蒸留装置、イギリス水蒸気を利用した蒸留法には、 熱水蒸留法、水蒸気蒸留法、水拡散法、低温真空蒸留法などがある。水蒸気を利用した上流は古代から用いられた方法で原理や作業も単純である。精油のほとんどが水蒸気で分離できることから広く利用された。熱水蒸留法では材料植物を水と混ぜて攪拌し、これを蒸留機に入れて沸騰させる。 植物を煮るため、エステルなどの化合物は分解される。熱水蒸流法は、ローズオットーの抽出などに用いられる。水蒸気蒸流法では、植物に、下から蒸気を吹きかける。生油の製造で、主に利用されるのはこの方法である。熱水蒸流法、水蒸気蒸流法では、生油成分を含む蒸気は蒸留機上部から伸びる。水冷管で冷却し、 精油と水蒸気は別の容器に集められる。精油は素水性であるため水と分離している。水核酸法は水蒸気蒸留法とほとんど同じやり方だが冷却水を節約するために蒸気の吹き出し口が蒸留機の上部に凝縮器への排出口が下部にある。これら蒸気を用いた方法は摂氏100度以上の熱がかかるので 熱により香りが変質する精油の採油方法としては適切でない。真空低温上流法は近年開発された新しい方法で植物内の浸透圧で有利した油分を低温、低圧で上流する。低い温度で上流できるため従来の方法より良質の精油を得ることができる。抽出時間が短いほど香りの良い精油が得られ、 長くなるほどグレードは下がる。これらの方法では、蒸留後の蒸留水に、水溶性の芳香物質が微量に含まれており、芳香蒸留水と呼ばれる。含有する精油成分は微量であり、芳香蒸留水の香りは精油とかなり異なる場合もある。バラ精油のように生産にコストがかかるものの場合、芳香蒸留水は蒸留装置に戻されたり、 溶剤抽出法を使うなどして、水溶液中の精油も回収されることが多い。分解上流法、乾燥上流法、寒流とも、上流装置の中に網を張って、その上に、材料植物を乗せ、乾燥した高温空気を、下から通す方法。香りの成分が膨張して、分離、蒸発し、容器上部の冷却管を通って冷却され、集められる。 熱水蒸流法では、精油成分に加水分解が起こるため、乾燥した状態のままで精油を抽出する方法として考案された、小根油の抽出などに利用される、分離蒸留法、部分蒸留法、分流とも、抽出された狂気成分をさらに細かく分離する方法、精油からテルペンを分離することなどに用いられる。21世紀に、 日本で開発された新しい抽出法で溶剤や水を利用しない。真空ポンプでタンク内を減圧状態に保ち、マイクロ波で植物を加熱する。蒸発した植物中の有用成分を冷却凝縮機で液体に戻し、回収機で集める。有効成分を低温、短時間で抽出でき、有用成分の回収率。 品質が高く、オール電化で操作も簡易である。ハイドロゾルの作成も可能である。アンフルラージュは、油脂に、花の芳香成分を溶解させる古くから、ある抽出法。脱臭した固形の動物性脂肪に花びらなど、高料植物を置いて、後期成分を溶解させた後、エタノールで精油の実を、脂肪から抽出する。後期成分を含む脂肪は、ポマードといい。 これをデカンタにかけて分離させ、取り出して、エタノールと混ぜる。エタノールによって抽出された精油は、エキストラクト、さらにそこからエタノールを蒸発させて除去したものは、アブソリュートと呼ばれる。ジャスミンやチューベローズなど、摘み取った後も香りを失わない花に用いられた。霊心法では熱による、変質のない非常に、高品質な精油が得られるが、 コストが高く収む油率が低いため、現在ではほとんど行われていない。溶媒抽出法の理論のベースになっている。熟成法とも、霊心法とほとんど同じやり方だが、成分の純度を高める作業が高温で行われる。バラやオレンジの花のように、摘み取った後に香りが失われる花に利用された。ジャスミンアブソリュート。ある程度の色素を含むため、色がついている。 浸出法は、フランス語で、マセラシオン、英語でマセレーション。溶剤抽出法、液液抽出法とも、分離する2種類の溶剤を用いた抽出法で、方向成分を揮発性溶媒に溶かし出して抽出する。19世紀終わりに誕生した。木や、地類、根は粉砕して、花、葉、樹脂はそのままの形で利用する。 材料を溶剤に浸し方向物質を溶かし出した後、コンサントラーに入れて溶剤を気化させると、方向物質を含むワックス状の塊コンクリートが残る。これをエチルアルコールと共に攪拌して凍らせ、露化すると、後期成分を含むアルコールと非混和性の植物の漏が残る。その後アルコールを気化させると、アブソリュートと呼ばれる精油に近い物質が得られる。 水蒸気蒸留法より多くの高気成分を抽出できる場合が多い。また、低い温度で抽出するため、水蒸気による加水分解がなく、材料植物そのものに近い香りを得ることができ、バラやジャスミンなどの繊細な香りの花に利用される。ある程度の色素が含まれ、ワックス、溶剤が残留していることが多い。 柑橘形成油の抽出法は低温圧作法が知られるが、主な抽出法はそれではなく、柑橘製品の副産物として溶媒抽出法で生産されている。二酸化炭素抽出法とも、液体の二酸化炭素には強い溶解力があるため、超臨界流体の状態にして、方向成分を溶かし出して抽出する方法で、1970年代後期に、 開発された。カフェインレスコーヒーを作る方法と同じものである。二酸化炭素に200気圧という高い圧力をかけ、超臨界状態にし、この中に植物を入れておき、方向成分をその中に拡散、浸透させる。その後圧力を抜き流体を気化させると、方向成分だけ残る。低温で瞬間的に抽出ができ、熱による成分の変質がなく、 材料植物そのものに近い香りが得られる。二酸化炭素を用いるため、精油成分に科学的な影響を与えたり、溶剤抽出法のように溶剤が残る恐れもなく、抗害物質を出すこともない。高い気圧をかけるため多額の設備投資が必要だが、食品業界では最もよく利用される抽出法である。この方法で抽出した精油は、アブソリュート。 CO2 エキストラクトと呼ばれる。アルコール抽出法とも。手軽な精油の利用法としては、植物をアルコールに浸し精油を溶かし出したものもあり、これは、ティンクチャー、または、チンキと呼ばれる。精油成分が溶けている液体であり、薬用酒などがこの方法で作られる。リモネンの構造式圧作法は、物理的に圧力を加えて絞り出す方法で、精油の形では、 壊れやすい柑橘類にだけ利用される。この方法は、水蒸気蒸留法が確立する前から利用された。圧搾法で抽出されたものも、厳密に分類しなければ、一応、精油に含まれる。ただし、同じ植物原料を用いても、水蒸気蒸留法と圧搾法では、抽出された、精油の成分組成は全く異なる。柑橘類は、 火砕の色のついた部分にある、オレフェール細胞に精油を含有しているので、火砕に圧力を加えて破裂させる。火砕を絞る、スクイーズ法と火砲を、おろし金のようなものでするエキュエル法がある。昔は、手作業で行っていたが、現在では機械化されている。エル・リモネンなどのテルペン類は熱による、香りの劣化が激しいので、圧力をかけるときに発生する。 わずかな熱による変性を防ぐため、冷却しながら圧搾処理を行う。この抽出物には水が含まれるため、ジュース、パルプも共に遠心分離器にかけて水と分離する。得られた抽出物はエッセンスと呼ばれる。他の抽出法に比べて不純物を含むため、品質の劣化が早い。柑橘系の精油は科学的に不安定であり、 通常ブチルヒドロキシトルエンやブチルヒドロキシアニソールなどが酸化防止剤として添加されるため100%天然の精油というのは考えにくいワックスや色素などの不揮発性成分が含まれ高毒性のあるフロクマリンを含む場合も多いフクロクマリンが除去された FCF 精油も生産されているガスクロマトグラフィーガスクロマトグラフィーで3種類の 物質を分析した場合の典型的な結果例。横軸が保持時間、縦軸が検出電圧。三角形部の面積が検出された物質の量となる。1950年代にガスクロマトグラフィーが誕生し、複雑な揮発性の混合性の分子を分離できるようになり、1960年代には質量分析器と対にして利用され、 精油の成分が識別できるようになった。他には、先行性、比重、屈折率などの物理的な分析、赤外分光法、酸化、エステル化の測定などの科学的分析がある。ただ、ガスクロマトグラフィーや質量分析器は、どんなに感度が良くても、科学的に天然のものと同じであれば、合成香料を検出することはできない。人が実際に香りを嗅ぐ。 官能試験も行われる世界製油製品はヨーロッパにおける信頼性の高いの企画としてフランス企画家協会による企画がありいくつかの製油については標準的化学素性を示したモノグラフを発行している電気分野を除く工業分野の国際的な標準を策定する国際標準化機構でも製油の国際的な規格が定められておりこれは フランス規格化協会の基準を受け入れている。TC54 という委員会が放送、状態、保管、サンプリング、選考度の測定、蘇生などを評価している。精油の蘇生成分類の核量が基準に合わない場合、または天然精油に存在しない成分があった場合に基準に合わない精油とみなされる。ただし、 基準に合致しても100%天然であると保証されるわけではなく100%天然であっても蘇生成分が基準に合致しなければ規格外と判断される精油の成分は植物の種類だけでなく生育の程度、場所、採取された季節、天候によっても大幅に異なるが国際標準化機構が成分蘇生の基準に合わせるために 収穫時期、場所の異なる精油、他の植物精油や合成成分のブレンドが行われることがあり、ISO の基準が精油の加工の一員になってしまっている。他に、方向材料研究所、国際交渉品困量協会、イギリス薬局方、ヨーロッパ薬局方、アメリカ薬局方、国際精油工量貿易協会などの企画もある。また、 ほとんどの精油はアメリカ食品工業製造者協会から安全食品認定をアメリカ食品薬品局から食用承認を受けている。食用認証を得ている精油、つまりほとんどすべての精油は動物実験で毒性が確認されている。イギリスでは精油供給業者が製品安全データシートを提供することが法的に義務付けられている。 標準的に次の事項が表示される。日本薬効、効果が認められた、ウイキョウ油、オレンジ油、ケイヒ油、チョウジ油、テレピン油、ハッカ油、ユーカリ油が、日本薬局型に収載されており、医薬品として扱われる。これらの精油を含むものは、医薬品とみなされるが、含有する濃度が低い場合、化粧品への配合が許される時がある。 日本薬局型に収載されたもの以外で、化粧品の範疇にも入らず医薬品的効能も、歌わない精油は、高濃度の方向成分、薬効成分を含むにもかかわらず雑品扱いであり、販売、輸入に規制は存在しない、公益社団法人日本アロマ環境協会が、表示基準的合精油の認定制度を設けている。これは、同協会の法人正解員のみを対象にした。 認定制度で、次の3項目を認定条件とし、声優のブランドを認定する制度である。声優の表示に対する認定制度であり、品質に関しては、認定基準に含まれず、表示が従前であるかが基準となっている。成分組成に関する規格はなく、クロマトグラフィー、質量分析器の結果の提出などは行われず、100%天然である。 ことを保証するものではない。精油製品には次の3つのグレードがある。医療グレード、メディカルグレード、セラピーグレードなどという通称もある。これらの故障は、医療に用いるほど高品質な精油であると主張する際に使用されるようだが、このような基準があるわけではなく、単なる造語に過ぎない。ほとんどの精油は、食品添加物や香水として利用する際には、 アルコールで希釈する必要があり、アルコールに溶けやすくし、劣化や不要沈殿物を防ぐために、脱テルペン処理が施される。不快な匂いの元や毒性成分を取り除く処理も行われる。水増しや品質をよく見せるため、規格に合わせるために、合成物質の添加、ブレンディングなどの偽話も広く行われている。生油の流通量は、生産量を大きく上回っており、 天然の精油に別の安価な精油や合成物質を加え様々な溶剤で偽和する偽装行為は広く行われている。偽和とは一種類以上の粗悪な成分の添加などを行い製品の基準を下げる行為と解釈されている。規格化、成分補強、液体化、成分再構成、営利化が行われ、ラベルと違う学名の精油が販売されることもある。 新生ラベンダー油の名で、ラバンジン油が、サンダルウッド油の名で、合成香料サンタルが販売された例もある。ヨーロッパ薬局型に記載された精油で、薬局等で販売されているものを、成分分析したところ、その品質は、許容範囲を超えたものであったという報告もある。フランスにおける新生ラベンダーの生産量は、 1967年の87トンから1998年には12トンと減少しているが、この期間でラベンダー油の世界需要は100倍に増加している。生産量と流通量の差分は、偽セによって水増しされた精油によって賄われている。長年精油で偽セが行われてきたことで、皮膚炎や皮膚寒素の発生率が上昇している。 無害と考えられる精油も人によって毒性が発現しているが、偽セに用いられた成分による免疫観察の可能性が高い。職業病としてアロマセラピストの皮膚炎も増加している。精油が医療に使われるようになったのは、精油には材料の植物が持つのと同じ生物活性が凝縮されているのではないかという推論による。 そのためアロマセラピーでは、現在でも昔の植物療法の薬効が引用されることが多いが、この推論は間違っていることがわかっている。例えばオレンジ油は外皮から抽出される、使用性成分からなり、下皮や果肉に含まれる、水溶性のビタミン B 類や、ビタミン C、カルシウム、タンパク質などは含まれない。つまり、 材料植物に見られる薬効のすべてが精油にあるわけではない。近年の研究で植物の核成分には異なる薬理作用があることが分かってきた。近年の研究と比べると過去の臨床研究にはデザインや結果に欠陥が見受けられる。科学者による信頼に至る臨床研究も徐々に増え、精油の効果に肯定的な研究結果も報告されている。 イギリス薬局型には、シナモン、クローブバッド、クローブリーフ、カモミールジャーマン、ペッパーミントなどが掲載されている。また、監修的、伝統的に、講演商材や消毒薬、巨端薬や、工夫薬として利用されるものもある。精油は、食品、化粧品、香水などで、希釈物質と共に広く利用され、数多くの問題が起こっているが、 特に観察作用が問題視されている。精油のマイクロカプセル化、パウダー化など、科学技術の発達で、顧客の要望に合わせてデザインされた精油が数多く、作られ、様々なものに添加されるようになった。吸収しやすい状態に加工された多様な精油に、頻繁に接触することで、毒性のリスクが上昇したのである。精油の安全性は、 現在全体的に見直し、再調査がされており、精油を使った製品や売買、使用の規制が強化されつつある。現在ヨーロッパでは2002年欧州指令により、精油は使用条件と警告をラベルに記載する、容疑無付けられている。欧州連合では、欧州における新しい化学品規制リーチが2008年から運用されており、精油を含む考量も、 対象となっている。ラベンダーなどの一部の精油がアレルギーを引き起こす可能性があるなどの理由で規制対象となっており、将来的に内服または吸入した場合死亡する可能性があるという警告ラベルが義務付けられる可能性がある。すべての精油は高濃度で使用すると毒性があり、特に内服は危険である。強い毒性のある精油は低濃度でも危険であるが、 アロマテラピーでは使用されない。無毒とされる精油を用いても、人によっては毒性が発現するが、これは免疫観察の影響であると思われる。極めて微量の精油でも、継続的に使用することで毒性が発現する可能性がある。ある調査では、アロマセラピストの23%が手に皮膚炎を起こしていた。また、 通常の療法と代替療法を併用すると逆の効果が現れるという報告が増加しており、医師とアロマセラピストが連携していない場合、深刻な問題が起こりかねない。アロマテラピーの書籍には科学的に有効性が証明されていない矛盾だらけの薬効が数多く記載されている。植物の学名が述べられていないものも多く、 どのように作用するかの説明もない場合がほとんどである。素人目に科学的に見えても、実際には、不十分極まりない情報も多く、それがエビデンスとして利用される例もある。アメリカでは1997年に、声優の無根拠な効能を歌った、ラフバーアロマが訴えられており、2014年には、 ヤングリビングとドテラが医薬品として認可されていない自社製油の無根拠な薬効を検伝したとしてアメリカ食品医薬品局から警告を受けている。アロマテラピーの書籍には乳幼児にカモミール油を1日3回5から10滴内服させるような危険な療法を進めるものすら存在するが実際にこれが行われた場合死亡事故が起こる可能性がある。 多くの書籍があるにもかかわらず、有害作用が記載されているものは少ない。多くのアロマセラピストは、科学的研究に興味がなく、学術的研究を完全否定するセラピストも存在する。アロマテラピーは、ニューエイジと関係が深いためか、むしろ独自の宇宙論や先生術、宝石、色彩、音楽療法などを重視し、リフレクソロジーや指圧、霊気、 ヨガなどの民間資格を持ち治療に併用する場合も多い。何らかの疾患治療中のクライアントを手術する際に担当医と連携を取らなかったり、科学知識の不足からアレルギー反応による炎症を、抗天反応と間違って説明するなどの問題もある。アメリカ食品医薬品局などから承認を受けていることを根拠に、声油の内服や、 現役塗布を推奨するセラピストも存在するが、無論、これらの承認は、どんな濃度であっても内服、塗布に害がないということを意味するわけではない。また、新種や野生種から取られた精油、未知のケモタイプの精油など、安全性が確認されていないものも治療に使われる、例があるが、これはクライアントを、実験動物として扱うに等しく、問題となっている。また、 ペットの治療に精油が使われることがあるが、猫などの肉食動物は、精油を代謝することができないため、中毒の危険が非常に高い。雑食の犬でも、中毒事故の報告が見られる。精油原料となる植物は多岐にわたる。オレンジのように花、葉、果実から異なる精油が得られるような植物もある。以下に、主な採油植物とその部位を示す。 香料需要の拡大や精油を使うアロマセラピーの普及で精油の生産量が急速に拡大し原料植物の乱獲やプランテーションによる自然破壊が問題になっているローズウッドは乱獲により絶滅に瀕しておりワシントン条約のレッドリストに登録されている脈弾、入耕などの香木も乱獲の対象となっており 樹木は植林などの対策も取られているが、これらの樹木は成長が遅いため、植生の回復にも時間がかかる。またティーツリーのような人気精油では、急速な需要の拡大で野生種の伐採とプランテーションによる自然破壊が大規模に行われた。香水の世界では、校調により香りを分類する考え方がある。香りを楽しむアロマテラピーでも、 このような分類が沿用されることもあるようである。考え方により4種類、7種類、8種類、12種類と分類数は多様で分類法により含まれる香りは異なる。イカ精油に関係のある校長の代表的なものを列記した。製品化された精油は開封後約1年が目安となるものが多い。柑橘系は約半年とされる。 例外的に、サンダルウッド、ニューコーパチュリー、ローズオットーの声優のように、年を減るごとに質が良くなるものもある。声優や声優を用いた治療であるアロマテラピーの研究は日々進んでいるが、日本語の最新情報は極めて少ない。正確な情報を得るには、外国のものを含め最新の論文、専門雑誌、専門書を渡ることが望ましい。過去に、 評価の高かった専門書も古いものには間違った情報があるため注意が必要である。ありがとうございます。